んだよね。結局筋トレって続けられるかどうかだから、本当に最終的には自分の意思が一番ですから。よし、やっていきましょう。じゃあこんばんは、今日はインスタライブ第2回目やっていきます。で、前回腕立て伏せとスクワット、やったと思うんですけど、実際やってみて、なんかこれ聞きたいなとか、ここ確認したいなっていうのがあれば、今ライブ中にコメントをください。答えます。で、コメントが来た時に、まあ答えていきます。ちょっと話進めちゃいますね。で、今回は背筋と腹筋です。背筋と腹筋の解説をしていきます。で、背筋に関してはね、まず、よいしょ、背筋ね。背筋ってちょっとね、まあ覚えなくていいんですけど、頭の中に入れておいてほしいんですけど、上半身の中で背筋っていうのが一番ね、大きいんですよ。で、もしかしたらちょっと文字反転しちゃってるかもしれないんですけど、そう、上半身の中で一番大きいのが背筋です。で、まあなんとなくイメージしておいてください。これ背中ね。で、背筋っていうのはここの広背筋、ここのこうやって伸びているところ、ここね、ここが広背筋で、このいわゆる肩凝ったなみたいな感じで、押さえるところ、ここが僧帽筋って言います。僧帽筋で、あとここのちょっとちっちゃいところ、ここが大円筋って言います。で、あとこの脊柱に沿って縦に走っているのを脊柱起立筋って言いますね。この4つで背筋というのは構成されてます。で、まあ大きい筋肉ね、を鍛えるのが一番筋トレで一番大事なんですけど、背中の中で一番大きいのってこの広背筋なんですよ。広背筋、ただいわゆる自重トレーニング、自分の体一つでやるトレーニングで広背筋を鍛えるって結構難しくて、まあ、前回やった腕立て伏せとスクワットっていうのは基本的に重力に沿った動き、こう地面を下に押すので、重力に沿った動きなので自重トレーニングでもやりやすいんですけど、背中は重力に逆らわなきゃいけないんですよ。逆にこう重力に逆らって下から引くとか上から引っ張ってくるとかっていう動きになるので、ちょっとね、どうしても自分の体一つで自重トレーニングで、背中のトレーニング、広背筋、さっきの大きいところ広背筋を、鍛えることっていうのはちょっと難しいんです。で、まあただ今回は初心者の方向けにやっているので、一番の目的は体を動かすことに慣れてもらうこと、筋トレを続けていく習慣をつけてもらうっていうこと、まあ、そのための、まあ、皆さんと背中を押すことができればなということで始めているので、まあ、大きい筋肉を鍛えることっていうのが一番の目的ではないので、まあ、いいのかなと思います。で、今回背中のトレーニングであるのはバックエクステンションっていう筋肉、トレーニングで、これは、脊柱起立筋ですね。この脊柱に沿って縦に走っている筋肉を、やっていきます。で、まあ、いわゆる学校の部活とか、授業とかで背筋やるぞって言われてやっていた種目、これをバックエクステンションって言います。で、腰痛い人はちょっと難しいかもしれないので、痛みがある方はちょっとやらなくていいです。で、僕もちょっとね、今日休みだったんで、家の近くの公園に行って、鉄棒で懸垂やりまくってたらちょっとね、腰痛めてしまったんで、ちょっと解説というか一緒にトレーニングするのはちょっとできる範囲でやるんですけど、まあ、バックエクステンション、まあ、まず仰向けに寝そべります。もう本当に皆さんがイメージするような動きです。仰向けに寝そべって、まあ、手は組める人は頭の後ろで組んじゃいましょう。で、ちょっと組んだ状態だときついっていう方は組まないで頭の横に広げてください。で、これでもちょっときついっていう方は
背中の後ろで手を組んでください。どれでもいいです。自分ができる動き、やりやすい動き、痛みがなくやれる動きで構わないです。で、このまま上半身だけを上に上げます。で、この時胸は丸めないで、胸はしっかりと張る、張った状態で上まで持ち上げる。で、持ち上げた状態で、まあこれも3秒キープしましょう。で、息の、呼吸の仕方は、まあ、上に持ち上げるときに、吐きましょう。ふう、1、2、3。で、吸いながら下げて、で、1、2、3、上げるときに吐く。で、下げるときに吸う。で、ちょっと狭いんで、横向きがちょっとね、あれなんですけど、足は、まあ、できるだけ、こう上に持ち上げるときに、足もこうやって一緒に上がらないように、足は地面にしっかりとつけた状態をキープするようにやりましょう。足が上がっちゃうと、必要以上に腰が、こう、両方上がるとこうやって必要以上に腰が反っちゃうんで、腰痛めてしまうので、足はしっかりと地面につけた状態をキープしましょう。OK。なんかわかんないことあります？大丈夫そうですか？大丈夫そうであれば、このままちょっと10回一緒にやりましょう。大丈夫かな。じゃあちょっと10回やりましょう。上げるときに息は吐く。上げるときに吐く。で、下げるときに吸う。で、上げた状態で、3秒キープしていきましょう。10回ね。で、10回ちょっときつい人は途中で、離脱して構わないです。よし。じゃあ行きます。はい。1、2、3。はい、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3、うえ、はい、よいしょ。で、これは、脊柱起立筋ですね。背中の脊柱に沿って縦に走っている筋肉、ここを鍛えてます。今ちょっとやってみて、あれね、この辺なんか僧帽筋もちょっとくるな。バックエクステンションとかすげえ久しぶりにやったわ。はい、質問はありますか？大丈夫そうですか？ちょっと腰痛い人はきついと思うんで、できる範囲でやってください。大丈夫そうかな。質問は大丈夫そうですね。じゃあ、背中は、このバックエクステンションですねをやるようにしてください。じゃあ最後、腹筋ね。腹筋はいわゆる、まあ、クランチっていう名前なんですけど、ちょっと一回やります。で、やる時の注意点をやった後に話します。いわゆるこういう仰向けに寝て膝をももにつけて、あ、膝じゃない、手をももにつけて、膝に向かって手をスライドさせていくっていう、この種目ね、見たことあると思うんですけど、これね。で、腹筋の種目をやる上で、ポイントは、まあ、これは僕の個人的な感覚的な話なんですけど、溝落ちをね、腹筋、溝落ちをおへそにくっつける。
まあ実際はくっつかないですよ。溝落ちがおへそにくっつくことは実際にないし、永遠にくっつくことはないと思うんですけど、溝落ちをおへそにくっつけるような意識をしてください。で、これは、前回話した、いわゆる筋肉鍛える上で必要なこの伸展と収縮ですね。伸ばす、縮める、伸ばす、縮める。これのうちの縮める、溝落ちをおへそにつけるような感覚っていうのは、これ縮めるっていう意識になる。で、この意識を持ってやるのとやらないのとでは、本当に雲泥の差あります。これは僕の、感覚的な話なんですけど、実際それでやると本当にめちゃくちゃ同じ種目、同じ回数やってても全然違う。だから、上に、こう、上げるときに、よいしょ、溝落ちをへそにくっつけるような感じを持ってください。で、それでやるとすごい腹筋がギューッと縮まるんで、ぐーっと縮めてください。で、下げるときは、頭が地面にね、映んない。頭が地面にくっつかない程度にしてください。頭に地面くっつけちゃうと、腹筋から負荷が抜けてしまうので、頭に地面をつける直前くらい、までにしてください。あと一番大事なのは、溝落ちをへそにくっつけること。で、まあ、これをやるときも、まあ、基本姿勢は一緒ですね。胸はしっかり張るっていうこと。これは基本的に一緒です。はい。質問はあります？一応、溝落ちをへそにくっつけるっていう意識を持って、で、ここに置いてる手を、まあ、膝の方に向かわせるっていうことですね。はい。質問はないかな？大丈夫かな？やりましょうか。じゃあやろう。はい、じゃあこれも10回で、息は上げるときに吐きます。へそを、溝落ちをへそにくっつけに行くときに吐く。で、下ろすときに息は吸う。はい、じゃあこれも10回ね、10回いきましょう。はい、1、あで上でこれも3秒キープしよう。2、3、はい、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、へそをね、溝落ちに、溝落ちへそに、8、2、3、溝落ちにへそに、9、はい、ラスト、はい、10、2、3、はい、さあどうですか。多分ね、前回、まあ、やった方はね、前回腕立て伏せと、スクワットやったと思うんですけど、前回と今回息の上がり方全然違うと思います。多分今回の方が楽だと思います。で、それは、スクワットをやっているからっていうのもあるんですけど、やっぱり人間の体の部位の中で最も大きなウエイトを占めるのが足なんですよね。足の筋肉っていうのは圧倒的に大きいので、足って、第二の心臓って言われてるんですよ。足を鍛えると、すごいやっぱり、心拍数がバクバクバクっと上がりやすいんですね。で、足を鍛えてあげることが一番、ダイエットには、最適なんですよ。っていうのもあって、前回は足のトレーニングやっているので、かなり心拍数は上がったと思います。で、今回は心拍数かなり楽な方だと思います。はい。で、前回と今回のこの種目、合計4種目ですね。この4種目を1日で、1回でやりきれるようになるといいのかなと。思います。で、まあ、解説というか、っていう形で今回と前回やっていきましたけど、まあ、次回もやるかどうか正直わからないです。まあ、ぶっちゃけ見る人がいなければやったってあんまり意味がないんでね、一人でやっても
しょうがないっていうかっていうのもあるんで、まあなんか本当は嫌ですけど、周りの反応というか、皆さんの反応を見ながら次回やるかどうかっていうのを決めてます今は。うん、でもしね、やるとしたら次回は、今回と前回でやった、4種目スクワット、腕立て、背筋、腹筋、この4種目を、サーキットトレーニング形式で一緒にやっていきたいと思います。はい。サーキットトレーニングっていうのはもう、全ての種目をこう回していく、休憩なしで回していくっていうトレーニングになります。はい。なのでかなり息も上がるし汗もかくし、負荷も強く感じるトレーニング、感じるトレーニングで、しかもなおかつ短期間で、ギュッと密度濃いトレーニングができるので、まあ忙しい方だったり時間があまり取れない方はおすすめのトレーニング。まあこれが、またね好評であれば次回もやろうと思います。はい。まあ、やる場合はまた、ストーリーかなんかであげます。でストーリーに何も上がんなかったら、もうやらないんだなと思ってください。はい。あのね、まあこの外出自粛でね、運動不足になってたりとかリモートワークだったりとか、あるいは外で働いてる人、まあ僕なんかもそうですけど、外で働きに行かなきゃいけない職種なんで働きに行ってますけど、やっぱり普段以上にすごくストレスだったりとか神経使ったりとかで、すごく体力奪われるんですよね。体力と気力がすごく奪われて、すごく疲労もたまりますし、精神的にもやっぱり参ってくることもあるんでね、まあみんなで運動して、元気な状態でね自粛明けまた、元の生活に戻れるのがいいのかなと、うん、疲れ切った状態で元の生活に戻るよりはみんなで運動して元気な状態で元の生活にね戻れたらなって、でそのまあ僕なんかがね、何かをやることでその役に立てるのであればっていう思いもあってやってますので、うん、まあそれが皆さんに届いていればまたやろうかなと、届いてなければやめますこのインスタライブ。はい。結構ね恥ずかしいねインスタライブってね。うん。で、そう、またこの動画 YouTube 上げます。この時間に見れなかったっていう方とか、もう一回復習でやっていきたいっていう方が見れるように、この動画そのまままた編集なしで YouTube 上げていきます。まあ明日か明後日かくらいには上げられると思います。はい。質問なんかありますか？なければ終わります。今回はまあ、正直ねスクワットとレザーディスが一番ね難しいんですよ。うん、今回やった背筋と腹筋は正直簡単なんで、うん、あんま説明することがないんですよね。質問はなさそうかな。で前回宿題でやったこのタオルのストレッチ、まあこれはまあぜひ続けてみてください。うん、単純なストレッチなんでね、これはトレーニングじゃないんで、ぜひ続けてみてください。肩甲骨周りがしっかり動くようになると姿勢も良くなると思うので、うん、ぜひやってみてください。で、まあもし本気で家でトレーニングもっともっとやりたいっていう方はね、こういうチューブとか買うといいと思います。僕もこのジム行けなくなってからこのチューブ買ったんですけど、これすごい効きます。今回広背筋家トレね、自重トレーニングだけだとちょっときついって話したんですけど、こういうチューブがあるとね、いろいろ引っ掛けてこうやって引けばね、これ広背筋効かせられるんですよ。でただチューブとはいえ結構負荷がバシバシ入ってくるんで結構効きます。うん、すごく効くんで、もし今後やっていきたい、家でしっかりとトレーニングやっていきたいっていう方はこういうチューブ買ってみるといいと思います。これは4本セットで、それぞれ負荷が違います。太さだったり硬さだったりが違って負荷が違うので、こ
これを組み合わせてより強い負荷にしたりとか、軽めの負荷だけであったりとか、いろいろとバリエーションが持たせられるんで、すごいおすすめです。まあでもまずは前回と今回でやった、トレーニングをしっかりと、まあ3日に1回もしくは2日に1回っていうのを、2週間続けてみてください。それが続けられたら、あの次のステップ進められるのかなと思いますので、はい、ぜひやってみてください。で、まあもしこの後質問等ある方はインスタ DM で、ください。まあ LINE してる人は LINE でもいいです。はい、ということで、今回のインスタライブ終わります。ありがとうございました。